じゃあ、 ピアノの西君がアイルランドの綺麗な曲やります。
素敵な美しいピアノを弾いてくれたのは西茂樹。ね、ピアノすごい好きで、彼とはいつも一緒にライブを長野県で2人でやってます。今日は東京からね3人来てもらって、次なんだっけ、ポルカ、賑やかな曲いっぱいやってるんですけど、なんでこう東京の仲間と一緒にやってるかっていう話をねしたいと思うんですけど、アイリッシュって実はこうメロディー知ってればすぐにこう合わせられるっていうのがあって、今のこの曲も今日実は全然練習してなくて、この直前にこの曲やろうぜって言ってやってるんですけど、曲さえ知ってればすぐに出会った人と演奏して仲良くなれるっていうのがあって、で東京とかに僕らもこう行ったりとかして、アイリッシュのイベントとかパブとかお酒飲みながらセッションする機会とかもあったりするんですけど、そういうとこ行って一緒に演奏してこうだんだん仲良くなっていったっていうのがあって、もう、ね、すぐにどこでも楽器一つあれば誰とでも仲良くなれるというすごいいい音楽で出会った仲間です。ちなみに一昨年僕アイルランドにも行ってきたんですけど、僕英語全然ダメなんですよ。本当に全然聞き取れないし何言ってるか分かんないし、でもこう楽器でセッションしたらすごい友達になって、なんかフェイスブックでメッセージやり取りしたりとか、まあ、その時は僕も調べまくって書いたりとかするんですけど、そういうなんか人のつながりができたりとかして、すごい面白い音楽なんで、ぜひ皆さんもなんか言葉の壁を越えられないと思ってる人は音楽っていう手もあるんじゃないかなと思いますんで、そうぜひぜひ始めてみていただけたらすごい楽しいと思います。なんかしんみりしちゃう明るい曲をやります。明るい
アイリッシュ、アイリッシュかけてか、ボタンアコーディオン、田中千尋、フィード、ゴンド、エミリーでした。ちょっとね、東京から来た2人ソロやってもらいました。じゃあ続いて皆さんのよくご存知の曲を、ご存知の人も多い、うん、ちょっといい曲、あーロンドンデリーの歌って言った方が皆さん聞いたことあるかもしれない。その原曲、全然この曲について実はあまり知らない。なんか知ってる人いる？ロンドンデリーの歌の題名でした。そうか、ダニーボーイです。歌も大変と思います。お母さんとお父さんが戦地に赴く息子のとの別れをずっと待ってるからねっていうふうに言って送り出す歌だと言われています。
ップテンポな曲を弾いて場の雰囲気を盛り上げていきたいなと思います。時間が経つごとになんか日が陰ってくるかなって思ってたんですけど、なんかさっきよりなんか日がいい感じにもっと直接当たるようになって、結構暑いです。いかにして楽器を守ろうか、また弦楽器というものはとても熱に弱くてですね、しょっちゅうチューニングが狂ってしまうという欠点があります。その点笛はそんなに伸び縮みが激しいわけではないので、僕のフルートに関しては弦笛するのどうなんですか。インホイッスルは金属なのでガンガンに上がっていく感じですね。フルートはそうでもない。はい、フルートはこれ恥ずかしながら僕のプラスチックでできてるので、あ、それでも上がっていきます。はい、デルリンっていうなんか硬いプラスチックでできてるそうなんですが、間の金属が熱くて熱くてしょうがないっていう。ベルリンじゃなくてデルリンです。よかったらグーグルでデルリンって調べてみてください。ベルリンじゃなくてデルリンです。